東京発着の旅行を対象に加えるかどうか来月判断する考えを示しました西村経済再生担当大臣は衆議院内閣委員会で政府の観光支援事業 GoTo ト,トラベルの対象から除外している東京発着の旅行をいつ対象に加えるかについて問われましたこれに対し西村大臣は9月の感染状況などを分析して判断したいとして来月判断する考えを示しました